しよろしければ手とか振っていただけるとご気楽でいいかなと思います。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。野々村チェアマン、よろしくお願いします。はい、お願いします。皆さんこんにちは、Jリーグ野々村義和です。本日よろしくお願いします。日本中最強寒波と言われるような寒い中お集まりいただきましてどうもありがとうございます。そこにその地域に合ったクラブの在り方を模索しながら成長していくというようなことをチャレンジしたいと思っています。トップ層がどれだけ輝けるかというところも非常に重要なポイントだと思っています。ブンデスリーガの中ではまあビッグクラブというような言われるようなクラブ、まあ、バイエルンなんかがあって、はい、どうですか、そのバイエルンがあることでとか大きなクラブ強いところがあることでみたいな中でのご自身の経験を。いや、そういう、まあ、国に一つという一つ二つですかね、大きいクラブがあるというのは非常に大切で、 J リーグの中でも一つビッグクラブがあればこのチームでやりたいからちょっと代理人紹介してくれみたいな話はもっとしやすくなると、ヨーロッパから世界から J リーグのこのチームでプレーしたいっていうふうになると、まあ、もっと有名な選手も実力のある選手も来やすくなって盛り上がるんじゃないかなというふうには思います。